先週、自宅静養していた小池知事が今日も静養を続けていることが分かりました。雨の中の公務で風邪をひき、体調が回復していないとみられるということです。東京都によりますと、小池知事は先週水曜日に登壇予定だった3つのイベントを欠席。さらに、知事の定例会見など 週末の公務をすべてキャンセルして自宅で静養しています。都の関係者によりますと、小池知事は今月15日に雨の中を行われたパリオリンピックのマラソン代表選考会でスターターを務めましたが、その後、風邪をひき、体調が回復していないとみられるということです。小池知事は今日も自宅での静養を続け、明日と明後日の公務は 体調が良ければリモートで出席するということです。